の三者面談行ってきました。学校を決めるみたいな。今日も頑張ったよ、お疲れ様。セギサモンブランありがとう、マヨセギサモンブランありがとう、ケーキありがとう、チュンタさんありがとう。ラチュクのそう帰り途中です。進路決まった。進路はなんかまだなんかなんだっけ、願書を出すまでには早く決めないといけない、今年までには早く決めないといけないんだけど、でも別に今日までじゃなくて、今日はとりあえずあのこのまま行くのかどうするのかみたいな言ってきました。ちゃんたさんありがとう、そばでありがとう、新長さんありがとう。ぜひ撮ってください、ありがとう。天さんだるまありがとう、大好きだしのチキチキ、ありがとう、嬉しい。チキ入れてくれてるの嬉しい。ぜひ皆さん11月9日のクルージング会いに来てください。福井市前方エリア達成してやってましょうね、ありがとう。キーラさん、エムさん、ハタ、ありがとう。ね、ちょっとずつね、福フェスのレッスンも始まってきてるから、ぜひ皆さん、福フェスも会いに来てください。香川大学のレッスンはまだ始まってないんだけど、ピンチですね。でも、香川大学もぜひ会いに来てください。はい。来たい、ぜひ。全部来て、全部会いに来て、都合が合うとき、合うやつは全部で、もうすぐ家着くから家に着いたらちょっと一回ぐるぐるにしますね。そう、ぐるぐるにします。画面暗くする、暗くして、Wi-Fi がない時みたいな感じにするね。エミさん、ありがとう。
坂が3回行った。すごい。みも今年は今年で2回目かな、香川行くの。じゃあちょっと1回家着くので1回切るね。切るっていうか1回ぐるぐるにします。待っててね。疲れた。ケーキありがとう。なんか顔が丸い。佐々木は元気、元気だよ。さて、よろしく、よろしく。楽しみですね。疲れた。髪伸びた、髪伸びた。だいぶね。でももうね、伸ばす予定しかない。絶対切らない、もう。決めた。もう切らないって。メイクなしのメイクめっちゃ長い。ほんとになんかもう顔が丸すぎてもう話にならない。りょうさん、かわいいかけちゃう、ありがとう。スケモンさん、まだありがとう。伸ばすのね、伸ばすよ。でもなんかすぐ伸びないからさ、うん、帰ってから出たし。あ、ほんとだ、ゆうなちゃんとみんなかも。ありがとう。いやー、もうマジで本当はすっぴんで配信はもうしたくない、すっぴんとかみんなにしたくないぐらいですけど、なんか目がね、黒目がちっちゃいんですよ。だから嫌なんだよね。メイクなしのエプロン可愛いな、これ本当に嬉しいな。本当ですか。明日はレッスンなんだ。え、どこからさ入手してくるの、そういう情報。可愛い、ありがとう。うさぎさん、ありがとう。ハト。リオさん、コンボリ、ありがとう。やばい、もうやだ、が髪が爆発、爆発してる。スピンのクオリティか高すぎ、かわいい。本当にそんな大喜びだよ、そんな言われちゃったら。もう全然かわいくないです、マジで。もうやばい、終わってるよこんな顔面。いや、メイクしてたらまあかわいいかなと思うんですよ。自分で言うのもキモいけど。メイクしてなくて可愛いって言われたら嬉しいですね、やっぱり。ドゥ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 。でもなんかもう毎日顔違う。眉毛変、隠そう。チョコキチさん、ハートありがとう。天童さん、ペンライトありがとう。学校は手伝って今日飲み会すぎて、そんなに。いや、今喉やっちゃってるんで、やっちゃってるっていうか咳が出てて、ちょっと喉死んじゃってるんで。メイクしなくて最近から。本当にスピンでもいい、本当に。
もう優しいね。ジャガキチさん、ジョードさん、ホイさん、柏木さん、ありがとう。お兄さん、ありがとう。毎日可愛くてありがとうございます。え、嬉しい。メイクしなくても可愛い。本当に自分ならではないようです。本当に、いや、もうマジでやばいと思う。自分がよくこんなすっぴんで配信できるよねって思う。自分でキラ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 、ありがとう。兄さん、ありがとう。ハート、アナピー、兄さん、吉宗さん、ありがとう。この回路が素敵。嬉しい。そんな、そこまで言ってくれるの。テンさん、アナピー、兄さん、デンドさん、ありがとう。吉宗さん、カニハミヤさん、デンドさん、ありがとう。どのメイクしても似合うから、メイクさんは大事だよ。そうかね、そうかね。めっちゃ広島弁。エミさん、ハートありがとう。六弦がお疲れ様。寝ずに六弦はすごいね。6時間だったら絶対3回ぐらいは寝ないと無理。まだすっぴんで勝負できる年齢できません。もうこの年になってくるとすっぴんは厳しいです。もう全然厳しい。全然メイクしないと外出れないレベル。学校はさ、まあ校則があるからしょうがないけど、遊びに行くとかお友達と遊ぶとかさ、なったらもう絶対にメイクしないと外出れない、マジで。じゃあコンビニとかはさ、まあ帽子かぶってさ行けばいいけどさ、無理だよ。トニジチさん、ハートありがとう。今日入るんだったら一生 iPhone を出すこと違います。本当にこの年、どの年この年いや、スピンマジかよ。本当に本当かな。ちょっともうなんか唇の血色もないし、なんか輪郭もなんかもちもちだし、やばい。え、最近食べたっけ。なんか何食べたっけ。あのピハタ、ありがとう。でもだってさ、すっぴんでさメイクさあって落とすじゃん。でもお風呂入るじゃん。で鏡見るじゃん。それ鏡見た時にもう絶望するもん。なんでこんな違うのって絶望する、いつも。ハナピーハート、ありがとう。レンナさん、ありがとう。もう絶対あのすっぴんは見せられません。これから夜ご飯、さっきちょっと食べてたけど、うん、今から夜ご飯食べます。もう聞かない。え、でもなんか STU に入る前までは、入るより、入った時よりは目はなんか目かっぴらけるようになったかなって思う。昨日とかはね、一限から眠気きちゃって寝ちゃってたや。え、みゆいつもだよ。みゆもいつも1時間目から寝て、でも2時間目と2時間目の間の10分休憩みたいなのがあるんですよ。その時もまだ寝てて、2時間目気をつけれって始まってから起きる。あ、やばい、寝てたって言って、教材取ってきますって言って勝手に取りに行って、で、まあ、ね、寝てからちょっと起きとって寝ての繰り返しですね。教材取りに行くときについでにご飯食べる。ヤさん、ハタありがとう。おうおうおう。ヤさん、ハタありがとう。静かに。でもなんか髪の毛ロングにしたい、本当に。今なんかめっちゃロングにしたい時期なんですよね。なんでかっていうと寒いんですよ。なんかみゆさ、ボブにしたことなくてさ、初めてのボブの冬を、今冬っていうか、まあ秋だけど、秋冬を過ごしてみての感想は、本当に寒い。ここがもう首が寒い。髪の毛がないから寒いの。吉宗さん、ケーキありがとう。
だけもう今ロングにしたい気持ちですね。めっちゃ早くロング戻ってきてって感じ。ネクステつけたい。あつぽんあつぽん、こんばんは。チャ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 。髪の毛マフラー代わりになるんだ。いやそうじゃないけど、なんだろう、髪があったらまああったかいんですよ。まあじゃけ夏はじゃけ暑いみたいな髪の毛あるけけど、もうなんかボブにしてもうなんか寒い、ずっと風邪ひく。寒いです。やっほー、花丸下からたくさんして管理整理たくさんした。いいね。永井さん、ハタありがとう。あさってあたりから明日の雨によりまた寒くなるらしい。うるさーい来るな、今来ないで。なんか臭くない？気のせい？あ、グリグリグリって食べる？え、食べたい。食べる？うん、食べたい。さっきね、あの買い物行った時さ、学校あってめっちゃ食べ、やめて、めっちゃ食べ物買ったやっぱそこは寒いと、いや寒いと思うけど、今可愛いけど、うん、本当にダメです。りょうさん、Mさんありがとう。リッチーさんありがとう。可愛いだけじゃダメですか？右左斜面キュンしさせちゃう。可愛いものはみんなギュッとして。時は戦国、おののこ町も多分本気出してた。愛を取り合う戦いなのです。臆病なものはポポポイとして、手話でハビハビ楽しくなれる。ここがここがここが世界一の場所。ちゃ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 、もう一回聞きたいちょっと静かにして。ジロー、かわいい竹じゃダメですか？ダメですか？見よう。眠い。可愛いだけじゃダメですか？右左正面キュンしさせちゃう。広い咳してたのに、え、全然治ってない。咳は結構出るけど我慢できるようになっちゃった。ブルーロック何時から見る？え、そうなんですよ、ブルーロックにハマっちゃったかもしれないの私昨日ね、お姉ちゃんにね紹介してもらって見たんですよ一緒に。めっちゃおもろい、めっちゃおもろい、マジでおもろい。え、10時ぐらいから見ようよ。しょ、かわいい。 ちゃんとダンスもできるんです。かわいいだけじゃダメですか？え、キューティーストリート、うん、え、でもオレンジの子好き、あんまおらへんね。絶対お姉ちゃんパルタンでしょ。私青。そう、あ、増田彩乃ちゃん、うん、え、わかる、めっちゃ可愛い、もちもちだよね、わかる。パルタン可愛いよね、可愛いです。パルタンを知ってからあのグループ知った。なんかさ、青の子ってめっちゃさ、いろんな人に受ける顔してない？え、なんかでもさ、なんかさ、なんて言うんじゃろう、めっちゃ、何、なんか全部整ってない？そう、加藤のちゃんとかもそうだけどさ、特徴ない顔だけにさ、めっちゃ可愛い。ブルーロックはあの子が何なんだっけ、なぎ、なぎ清志郎が好きです、うん、めっちゃなんかあの気だるさめっちゃいい、めっちゃ面白い、本当に面白い、世界一面白いと思った。あれはちぎりは、ちぎりってどれだっけ、ピンク、ピンク、え、ピンクも好き。え、あれは、うん、あのちっちゃい頃が好き。髪の毛さ切った方が好き
あとは何？あと誰だっけ？バチュラ。あ、あれいいね。めっちゃ全部ね、いいね。面白い。あとあれ、国神。うんうんうん、あ、オレンジ。うん、吉村さんありがとう。ブロックめっちゃ欲しい。わかる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 。エムさんハートありがとう。ミユ絶対ハマらんと思ったらさ、ハマってきて。めっちゃ面白い。あのね、配球を見て、配球もハマったんですよ、一瞬一瞬一瞬とか言っちゃいけない。じゃあ、あの映画見て好きになったんですけど、なんか分かんなくて。かわいい竹じゃダメです、かわいいかわいい。あのなんかパルタのさ、ダメです、買う買うみたいな、だからめっちゃ違う違う違う、かわいいだけじゃダメです、買うみたいな、めっちゃかわいい。じゃあ一緒、セリフのところでしょ。本当にセリフのとこ水色の子めっちゃかわいいと思ったけど、うん、ダメですかみたいな感じよね。そう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 、かわいいだけじゃダメですかか。うまそう。プレスチさんありがとう。見ちゃう？一緒だけ一緒に。そうなんですよ、こちらの今日はこれを入手しました。なんでしょう、一回なんかで見したことある。食べる？え、写真撮ったから、撮ってから。あ、でもナイスしろ、ナイスしろ、めっちゃいいね。あのピハタありがとう。今日いいね、化粧何もしてない、今日目着てないの、言わないで。姉ちゃんも顔出しして、姉ちゃん顔出し NG。 でもね、リオツンさんにね、お姉ちゃんの顔見たって言われた。リオツンさんっていう先輩がいるんだけど、その方にあの言われたの、お姉ちゃんの顔見たって。ブルーロック知らないから調べてきた。え、めっちゃ面白いよ、マジで面白いね。めっちゃいいとこで昨日はなかった。え、そう、昨日ね、めっちゃね、めっちゃ、あとちょっとで結末が分かるところで、なんだっけ、第7回試合、じゃあ凪と戦っとるところで終わって、凪誠志郎と主人公が戦っとるシーンでのなんか最後、マジ最後、あと残り15分ぐらいのところで、残り15分、試合が残り15分のところで見るのやめた。ミエが寝るって言ったけど、姉ちゃんの顔見てる、本当に可愛すぎる姉ちゃんでしょ。あ、待って、やばい、ランキング13位、ユニア12位、23、11位、ポヨン星人さん、10位、カミテルさん、9位、リッチーさん、8位、チェンタさん、7位、オノピー、6位、メンヒナさん、5位、カシアギさん、4位、スバル、3位、レンノさん、2位、ヨシムリさん、1位はリオさんでした。はい、配信に来てくれてありがとう。また明日も配信に来てください。皆さんぜひブルーロック見てください、面白いので。最近2期始まりました、はい、バイバイ。いや私も